와시로 내방하네. 戦争の戦いの後、武田、北条、今川の間で和睦があり、高宗駿、三国同盟が結ばれた。これにより高宗の憂いをなくした信玄は越後の龍上杉謙信との勝負に専心する。信玄と謙信は三度川中島を挟んで対峙し、互いの軍略を競わせるも、未だ雌雄を決するに至っていなかった。4度目の勝負、信玄はとある秘策をもって川中島の対決に臨んだ。 龍虎相打つ川中島、さて軍配は。 第2話、川中島の戦い。 さて、行くかね。 楽しんでおるな、謙信。別動隊、謙信公が陣取る西条山へ向かいます。軽く突かば喜んで飛び出してこよう。そこを信玄公率いる本隊が飲み込む。見事な軍略ですね。何の遊びじゃよ。消えた。 神の軍略、こりゃ信玄公が危ないね。<笑>楽しませてくれる。<笑>遊びは終わりだ。 戦いの後、人任せじゃ覚悟がいいよ。肌を刺す戦場の戦心地よい。守りを固めろ。大将自ら
살이먹으리야. 剣士、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 剣
強大な、これが神道の誠の力、剣心引くのです。このままでは兵の命に揺らぐ。今少し暴走と戯れたが、姉上の暴走は甘いわ。竜は引く気かに、最後に遊んでほしいよ。敗北の天平行くぞ。我らの武田を押し戻します。早く先行地。軍神の解釈は俺が務めるとしましょう。進め。さすがは我が神、鮮やかな才能よ。いやいや、それはどうなるかわからないのに、ここでとどめを刺させてもらうよ。宿敵だ。そう地層しよう。まだやる気かね。おことの戦好きにも困ったものよ。ざっとこんなもんじゃよ。